様々なシチュエーションに合わせて使えるシンプル編み込みヘア3種。テレビや映画を見ているとき、この女優さんの髪はなんでこんなに綺麗なんだろうと思うことはありませんか一見、無造作に見えるのに、よく見ると複雑でとても難しそうだったりします。そうした髪型が自分に合うかもわからないし、 難しそうで簡単に試してみようとはなかなか思えないことが多いでしょうが、そうした髪型は実は意外に簡単に実践できるのです。必要なのはコツを知ることです。今回は編み込みを使った髪型を紹介します。とてもスタイリッシュで、どんな状況にもフィットするような髪型です。用意するものも高価な器具ではなく、 ヘアゴムとヘアピンだけなので心配ありません。必要なのは学びたいという意志と忍耐だけです。3つの簡単な編み込みヘアスタイル1、フィッシュテイル。フィッシュテイルは面白い形をしています。あの有名なテレビドラマシリーズ、ゲーム・オブ・スローンズのヒロインもこの髪型をしていますが、心配はありません。 簡単なインストラクションに従ってあなたも試してみましょう。まず、紙の束を左側から1本、そして右側から1本取ってください。そして、その2つを真ん中で結びます。同じ動作を繰り返していき、少し下の方で2つの束をヘアゴム、ヘアタイで結びます。最後に編み込みを作り、少し緩めます。 緩めるほどカジュアルに見えるので、あなたの気分次第で緩めてください。2、ティアラ。もしヒッピーっぽい雰囲気を出したいなら、このヘアスタイルがおすすめです。また、この髪型は急いでいる時にも最適で、完成までにたった数分しかかからないので、非常に便利です。まず、 右と左の両方から髪を取って、一本ずつ編み込みを作っていきます。その際、後方の編み込まれていない髪の毛を十分残しておいてください。その編み込みを頭に巻き、ヘアピンを使って繋げれば完成です。ヘアピンもこの髪型の一部なので、たくさん使っても構いません。また、 同じテクニックを使って様々な関係のヘアスタイルを作ることができます。このカジュアルな髪型をシンプルな服装と合わせるなど、クリエイティブに楽しんでみてください。3. フレンチ。フレンチ編みは最も伝統的で万能な編み込みの一つです。奇抜すぎず クラシックな見た目に少しだけオリジナリティを加えたい方には最適のヘアスタイルです。まず、頭頂部あたりミットにいいテールを作ります。それを3つの別々の束にして編み込んでいきます。そのまま下の方へ編み込んでいきましょう。必要であれば両端から紙を加えてください。最後まで編み込んだら完成です。 少し変化を加えたいなら同じ編み方で片側だけでやってみてください。また、このスタイルはしっかりと編み込まれている方がより綺麗に見えますし、特別なシチュエーションにも最適です。編み込み前に必要なこと。編み込みに関する最も多い質問は、編み込む前はどのような紙が必要なのかというものです。 もちろん編み込むにはストレートで乾いた髪が最も簡単ですが、すべての人がストレートヘアーなわけではありません。できるだけ簡単に髪をセットしたいので、もしあなたの髪が少し癖がある程度ならタオルで洗った髪を拭いた後にすぐに編み込んでみてください。そうするとうまく編み込むことができます。しかし、 強い癖を持った髪だと変む時に問題を起こしやすいです。もしあなたの髪質が強い癖のあるタイプなら、まず少し湿っている程度まで髪を乾かしてください。こうすると編み込むのがとても楽になります。強い癖を持っている人でもぜひ試してみてください。見た目は非常に重要なポイントの一つです。 私たちは仕事や他人のためだけでなく、自分自身のためにしっかりケアしてあげるべきです。自分のことを気にかけて、自分の見た目に満足することは心にとっても、体にとっても健康的な習慣です。自尊心と積極的な姿勢を持つことは、その健康の基本的な要素なのです。